まず体重を測らせていただきますので、お持ちいただいてもよろしいですか。16ですね。私もパグ飼ってましたので。あ、そうですね。ですね、青梅市にある武蔵御嶽神社っていうあのお犬様を祀られてる神社があるんですけども、そこにあのうちの会社の田中社長、こちらですね、田中社長が、ご祈祷後に行かれて、スタッフ系ののんちゃんですね、スムーズチワワさん連れてご祈祷に行って、みんなの健康をお祈りしてもらって、このお守りを用意させていただいたんですけども、健康大好きキャンペーンを始めたきっかけについて教えてください。実際のワンちゃんを飼われてる方でも、あのフィラリアが、何月から始めたらいいのとか、いいのかとか、あと予防がフィラリアのそういう病気自体を知らなかったりとか、そういう方が結構多かったので、狂犬病も毎年打つものだと知らなかったりとか、まあ、ワクチンもそうなんですけども、飲みダニの予防ができることとかも知らないお客様がいたので、健康でいるためのそういった予防の意識を高めてもらおうというのが